やばくないか YouTube。 よくよく考えたらなんかさ、ゆっくり動画で科学を掘り下げていく人がいるわけじゃん。その人が収益がいるわけじゃんって俺知らなかったんだけど、でその人がさ、まあ収益化停止になっちゃったんだけど、なんかその理由がさ、なんか教育的または他の価値のない視聴回数を増やすだけが目的の大量生産コンテンツって言われちゃったんだって。まあ俺もそんなことやってるようなもんだからダメだね。ね、やば。テリリリリテリリ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 リっていうその文字がテリリリテリリリリテリリリリドゥアパパドゥアパパってやつの煽りを受けてらしい。やっぱああいうの多いじゃん、ああいう動画いっぱい、あれのせいらしい。でも なんで教育的じゃないといけないんだろうな。金もらわなきゃいけないんだろうな。娯楽でいいじゃん。YouTube もしっかりと終わったじゃん。全然なんかラファエルさんの言う通りになっちゃった。悔しいな。悲しい。だって全然教育的じゃないじゃん、俺の動画なんて。やば。稼げなくなっちゃったじゃん、俺。他のみんな稼げてんのかな、YouTuber。そうじゃないと収益が通らないってすごいね。怖いねそれね。俺の動画一生収益化入らなくないか。だって俺の投稿の仕方ってさ、2週間になんか1回くらい思いっきり動画投稿バンってやるからさ、下手したらそれでダメってことになっちゃうんでしょ。やだなぁ。なんか俺はなんで大量動画投稿するかっていうと、1個ずつ投稿するのがめんどくさいからっていうのですね。あと毎日いちいち1個なんてできないんで僕は。だからやろうって思った日に全部投稿するっていう。それはなんか引っかかるらしいね。俺は今収益がさ通ってないから好き勝手やらせてもらってるけど、いろんなものに抵触する可能性があるわけじゃん、悪いことしてないのに。大変だな YouTube。 大変すぎないかそれ。でも YouTuber みたいな人は大丈夫なのかな。人が映ってたら大丈夫なのかな。怖いね。お金欲しいね、本当に。お金のためにやってるわけじゃないにしてもお金は欲しいからね。お金のためにやってるよ、でも。未来、まあお金のためっていうかね、まあお金のためにやってるんだけどさ、お金のためだけじゃないわけだからな。なんか難しいんで、仕事とはまた違うから。俺が雑談楽しいんだよな。雑談楽しいし、なんか見てても面白いな。みんなに見て笑ってくれたらいいなっていう。まあ雑談で暇つぶしてくれたらいいなって感じで。で、あわよくばお金を欲しいなってやってるんで。いや、お金ってやっぱ欲しいもんな。俺楽してさ、金稼ぎたいからさ。ねえ、だからめちゃくちゃ面白くなれば多分ね、動画撮ってるだけで金もらえるんで。でも面白くなるだけじゃダメだから、もう宣伝方法とか考えなきゃな。あー大変だね、お金稼ぐって。お金稼ぐって大変だな。なんで生きるのにみんな辛い思いしなきゃいけないんだろうね。嫌だね、みんないっぱい仕事してさ。まあ客とかもクソなんだよね。俺はいい客っていうか、まあいい客ではないかもしれんけどさ、なんかたまにいるじゃん、クレームつけるやつとかさ。いや、人としてダメじゃん、そういうのは。そういうやつが少なくなれば働くのもいいし、あと身内で、身内っていうかさ、仕事仲間でも悪い人がなるべくいなくなってさ、なくなるようにすればいいのにね。職場でもなんかいじめがあったりとか、警察もすごいなんかいじめの温床みたいになってるの、ダメだよね、普通になんか。よくないと思うんだよな。悲しいよね。まあ愚かだなと。
俺も愚かだけど、いや俺は愚かじゃない、まあその日そいつらよりは愚かじゃないだろうけどさ、もう愚かすぎるよねそんなことするやつ、すごい頭悪いんだろうね、なんか嫌だね。嫌だね本当に。俺は働きたくないを突き通してね、なんか働かないでねお金稼げるように頑張って、みんなにねちょっとでも暇が潰せたとかそういうものを提供していこうと思う。お知りたいんでやめます。こんなんじゃダメだ、ダメだこりゃ。